小学校から中学校に、進む上で、中学年代でクラブチームに進むべきなのか、また学校の部活で、サッカーをやるべきなのか、サッカーに、お金をかけ、サッカーに対してこう特別にこう時間とお金をかけながら子供に成長を促すというところで、本当にこの道が正しいのかどうかという質問を受けます。ストレートに言うと、やはりそれはクラブでも部活でも成長をすることは成長もしますし、まあ親や本人の中で望んだ通りの成長にはつながらなかったということも、これはありえます。クラブだからこう、部活だからこうという答えは、決まった答えはなく、まあ、本人次第、そして本人やまた親御さん含め、どのような目的を持ってその環境でサッカーを続けるのかというところに限ると思います。クラブ、部活ではなくクラブを選択をされた方のお言葉を、いただいたときに、自分自身もなるほどという勉強になった一言っていうのは、すごくシンプルかもしれませんが、なぜクラブに行くのか、サッカーが好きなので、この子はクラブに行っても部活に行ってもサッカーを頑張ると思いますと。でもその学校生活と好きなサッカーを分けてほしかった。学校生活でもしその日に嫌なことがあったとしても、気持ちを切り替え、サッカーの活動に行ってこいよと。サッカーの活動でもし嫌なことがあったとしても、気持ちを切り替え、勉強に、まあ、学校に行って勉強で気分を切り替えてこいよと。まあ、その親御さんは高校に進む上で、もしろ、まあ、もし、サッカーで進めるという状況になったとしても、サッカーで高校選択をするのではなくて、勉強で必ず進むようにという約束のもと、クラブチーム活動をしていました。やはりその子供はサッカーもそうですけども、勉強に対してもきっちりと自分と向き合って一生懸命頑張っていました。クラブか部活か、もちろんその、まあ、社会性を学ぶ上でやはり部活がいいのかという質問もありますが、クラブチームでもそういう人間性や人間教育というものを前面に出して教育をしてくれるクラブチームはたくさんあると思います。子供はやはりそのチームの県や都での一部、二部、三部という現状の成績や、まあ、今のそのチームの実績というところを重視し、またネームバリュー、名前でチームを選んでしまうということもあると思いますが、親としてはやはり情報を前もって調べ、そのチームのセレクション時の活動だけではなく、日常的に、まあ、週末やそのチームが試合をしている場所に行って、スタッフと指導者と選手たちの関係性や、その子どもたちの日常的な練習、また試合に臨む姿勢や、そういう姿を見て、感じる中でチーム選択というところ、またその部活に対する情報等も含め、そういう中で選んでみるっていうのも、僕は親の
役割であり、またそれを持って子どもと道を選択していくということが理想的ではないかなと僕は思います。